乾燥するこれからの季節に欠かせないのがのど飴ですが、その種類によって喉への効果が違ってくるのはご存知ですか？コンビニで買えるものから薬局にしか売っていないお薬ののど飴まで、たくさんの種類が発売されています。こうしたのど飴は味や価格だけではなく、成分や効果も様々です。大きく3つのタイプに分けられますので見ていきましょう。まずは医薬品ののど飴。咳、痰、喉の痛みなどに効果があります。症状に合った製品を選びましょう。医薬品なので製造には国の承認が必要で、販売にも許可が必要です。そのため薬局やドラッグストアなどでしか買うことができません。続いて医薬部外品ののど飴です。咳止めの効果を持つものはありませんが、痰、喉の痛みなどに効果があります。症状に合った製品を選びましょう。製造には国の承認が必要ですが、医薬品とは違って販売に許可は不要です。そのため薬局だけではなく、コンビニやスーパーなどで売られている場合もあります。医薬品ののど飴に比べて効き目が穏やかなのが特徴です。そして食品ののど飴があります。お菓子のキャンディーの一種なので、咳を抑えたり喉の痛みを抑えたりという効果は望めません。ただ舐めることで喉が滑らかになったり、すっきりとした感覚が得られます。またいろいろな味が販売されているので、さまざまな美味しさを楽しむことができますね。そして製造や販売に医薬品のような制限はありません。喉への効果を期待するなら、その症状に合わせて医薬品ののど飴や医薬部外品ののど飴を買うのがいいですね。乾燥して風邪が流行するこれからの時期は、1年の中でも特にのど飴の需要が高まる時期です。のど飴を上手に活用して乾燥する冬を乗り切りましょう。